はい、インディーズバンドロムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、さあ今回は、ちょっと初登場、またまた初登場、新しい動画見ますよ。初登場、これもたまたま僕見て、と思った人ですけど、工藤静香さん。工藤静香さん、はい、木村拓哉さんの嫁さんですね。はいはい、そうですね、奥さんですね。今ではもうそっちのイメージの方が強いのかな、今の人ってね。もう木村拓哉の、奥さんがもう工藤静香さんっていう、そういうイメージになっちゃってるんですけども、その工藤静香さんの、まあ、デビューしてちょっとしたぐらいの、その、まあ、一番全盛期というか、これでも今回の動画は全盛期じゃないから、もうちょっと最後の方かもしれないですけども、そのアイドル活動でやってたっていうのではちょっと後の方ですけども、意外とね、こんな激しいんやと思ったんですよ。工藤静香さんのコンサート僕全然知らなくて、で、まあ、たまたまちょっとちらっと見てみたら、ね、工藤静香さんこんな意外と激しいことすんねんなっていう、なんだろう、勝手なイメージで、静かそう、なんか静かなだけに静かそうって思う、まあ、まあ、多分ね、モノマネで知ってる人結構多いと思うんですよね。基本的にね、さんのあのモノマネで大概ふざけ切ったとか、工藤静香しか見ないです、ミラクルヒカルのなんか、そう、ミラクルヒカルのあのー、言えてるでしょだけど、そのちょっとね、その過去のね、映像を見ると、こんなにショーとしてやっぱりちゃんと成り立つというか、結構すごいなと思ったんですよ、工藤静香さんって。で、当時その体重めっちゃ軽い人やったんで、30キロ台ちゃうかな。今でもガリガリですよ、ガリガリですけど、でもそれで、あ、こんだけできんのっていうのを、ちょっと見てみようかなと、ランニング見せてみようと思って、やります。工藤静香さんのね、これライブ91年嵐の素顔ですね。もうこれも有名ですね、これですね。あ、これね、はい、これ行きましょう。じゃあ行きましょう。ノリノリ、結構ノリノリなんですね。結構ノリノリ。あ、可愛いっすね。なんかこんな髪の毛短い時もあったんですね。これ多分あれウィッグみたいなんじゃないかな。ウィッグですかね。うん。結構すごいですよ、思って。まあまあ、まあまあやるんですよ。でかいっすね、こんなんやったよ。意外とやるんですよね。めっちゃ動くやん。これ意外でしょ。めっちゃ動くやん。結構ね、まあ、この曲独特なんですけど、やってますね。結構すごいでしょ。ちょっとこれ一回止めて別のちょっと映像をやってみたいんですけど、でもなんかモノマネしてる人ちゃんとモノマネしてるんですね。うん、してますね。本家本元、あ、同じの歌い方してると思って、これね、テレビ映像だともっと激しさが分かるんですよ。結構激しいんですよ。結構踊るんですよ、ね、これ意外でしょ。みんな多分あんま知らないと思うんですけどね、こういう棒立ちのイメージ、まあ、曲によってはもう棒立ち結構多いんですけど、なんかこの嵐の素顔って意外とやっぱり嵐言うてるだけあって、結構激しいんですよね。ちょっと待って、これ、セットがなんで、あの雷の変電所のセットですね。ビリビリするでって。すげえな。さすが昭和。さすが、わけわからんセット。昭和じゃないよ、もうこの平成何年かや、2とか3とかや。すごいな、結構すごいですよ、工藤静香さんって。なんやって、後ろのバックダンサーの方が動きちっちゃいんちゃうかって思うぐらい、可愛いっすね。まあまあ動きますね。まあまあ動くでしょ。これ
これでも売れますわ。あ、うん、あ、売れる。そら。ちょっとね、このアイドルの中でもちょっと工藤静香さんって曲調がちょっと違うんですよ、うんうん、この時代ってなんかハードな、ハードですね、ね、歌を歌ってるイメージがありますけど、うん、ちょっといかつい感じが多いですね、うんうんうん、曲はでも結構僕好きな曲多いですけどね、工藤静香さんの曲なんかちょっとどっちかというとロックより、うん、ロックちょっと入ってるかなと思うんですけどね。で、影があるかって影があるわけでもないでもないんですよね。なんかやっぱ強いって感じがね。そうそう。で、意外と声量ありますね。あります、ね、意外とめっちゃ前に飛ぶっていう、うん、これ結構動くからな。結構この辺の踊り難しいですからね。すごいでしょ。激しいな。激しいでしょ。激しいぞ。ここでもいい曲ですよね。なんかもう当時のいろんなことがこれを聞けばふわふわふわと思い出しますね。てか普通にもっとかっこいいロック歌ったらめっちゃ決まりそうですけどね、工藤静香さん。かわいいなぁ。すげえな。結構キビキビやってるんですよ。ほんでね、なんか要はこの動きやと、そうそうそう、結構このひねりも激しいな。結構激しいですよ。すげえ。意外でしょ。すげえ。そうそうそう、僕も全然見てなくて、ね、なんかでチラッと見かけたからちょっと見てみようと、まあ最近こういう動画やってるんで、ちょっといろいろ見るのもありやなと思って、いろいろまあネタ探しについでにですね、ピッピッと再生したんですけど、ね、たまたま再生したら、ええー、と思って、意外と工藤静香さん激しいと思って、うん、結構くるくる回ったり、なんかこの、これすごいっすよね、この、俺曲がれへんもん、これ。いや、痛い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 、もう、こんなやつやるんですよ、こんなやつやる、パンってね。結構動きが、ね、大きい。大きいですね。あの手の広げ方とか大きいし、うん、ダイナミックの動きをされる人なんだなと思って、なんかあの細かいなんかこうバックダンスが激しく踊って自分はちょっとちょろってやるみたいな感じでやるんかなとか思いきや、うん、一番大きいですね。誰よりも激しく動くみたいなね、うん、くる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 回って ね、 ね、まあ、嵐やからやっぱり回らんとダメなんでしょうね。こう嵐をこうダンスもやっぱ嵐でしょ。そういう振り付けね、うん、曲のステージのセットが変電所なんで。あれちょっと面白いね。あれはちょっとね、あの変電所 かわいそう。日本返しやん、あれって。日本返しの返しがここにこうビヨンビヨンでしょ。ビリ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 し、ひたすら稲妻ね。すごいセットやなと思って。今ではないよね、あれ。面白いよね。嵐ってそっちみたいな。誰が考えたよ。あ、すごいなと思って、でまあまあまあ見てみたんですけど、結構工藤静香さんのこの踊りが意外とすごいなと。で、声結構出てるでしょ、うん、で正統派ですね。意外と正統派なんですよ。だからそのアイドルじゃなくて、ね、結構僕だから工藤静香さんの声好きなんですよ、うん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 、まあ、この時の感じの、うんうん、で他の曲も結構、うん、曲もいいんだな。曲もね、ちょっとこの時のアイドルとは外れた、うん、ちょっといかついというか、ロックに近いっていうのがあるし、芯のある声ですよね、うん、だいぶ芯が太い、うん、特徴的ですしね、うん、で誰が聴いても工藤静香、そうそう、誰が聴いてももうラジオから流れて、はい工藤静香みたいな感じなのね、うんうん、あの特にこの最後のロングトーンというかこう伸ばすところのこう声の質がすごい独特ですよね、うんうん、本当にね、可愛いな。でもあの見た目からこんな声出るって誰も思わないじゃないですか。そうそうそう、しかも喋り声めちゃくちゃ高いですよ、あの人普段、うん、へーへーみたいな、なんか鼻にかかったみたいな声してはるんで、うん、それがうとたらあんな細いのにね、あんな細いのにはようあんな声出るなと思って、なんか苦労はしたっていう話をどっかで聞いたんですけどね、うん、やっぱりその細いんでその肺活量の面では苦労したっていうのはなんか言ってましたけども、
だから腹式呼吸というのはどっちかというと胸式というかここで出す感じなんですけども、うんうんうん、まあでもそれでもあれでもスパーンと、ね、ああいう声が出せるというのすごいなと思って、うん、そうそうそう、でまあちょっと久々に掘り返してみたという感じになりますねめっちゃ真面目に見たの初めてでしょ多分ランさんぐらいの世代ってあんまりそんなマジマジ見ることってなかったと思うんですよ。見ることない。なんか一瞬ワンフレーズで出たのをチラって見たぐらいで、うん、あの本格的に見てる時間が長いのはモノマネしてる方の工藤静香みたいな。の方が多いでしょ。そう。意外とこれが激しいのよ。嵐を呼んでるんですよ。あ、それは石原裕二がやな。嵐を呼ぶ男。そうそうそう、違う違う。嵐の素顔ですから。そう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 。これ流行りましたからね。じゃじゃん。じゃじゃんじゃんじゃん。これも手だけじゃないんですよ。足ついてるんですよ、あれ実は。あ、ついてたついてた。足のステップもあるんですよ。で、こうリズム体全体使ってこれやってるんで。こうなるべくこうやってね、こうやって。だから感想のとことかはもうダンスでめっちゃもうぐる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 回ってるみたいな。もうなんか私自分今どこ立っとんか絶対分からんなりそうやな、うん。俺やったらもうあの目回っとんだ。目回ってる。あ、正面ちゃんとこう。後ろ見とったり手がやりそう、私絶対あれ後ろやったみたいな、あー言うてまあ我々がやったらなるでしょ。あ、絶対なる、絶対なる。だってあんだけ回ったら普通の人三半規管ちょっとおかしになりますよ。あの、酔いますよ、うん、酔うっていうか、うん、酔います酔います。なかなか僕でも難しい。僕もちょっと最近三半規管弱くなってきたんでもうちょっとダメなんですよ。あのちょっとあの冷蔵庫取って家で料理するとき冷蔵庫取って、はい、でくるっと回って一人でこうやってたらもう 目が回ってくる。おーおー来たみたいなやつでしょ。やばいな、鍛えなあかんなとか思いつつね、なかなか難しい。それぐらいでも工藤静香さんも結構回ってたんでね。いや意外と意外や意外なんですよ。これをちょっとみな、ね、あの皆さんに知ってほしいなっていうことで。本当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 。一回ちょっと、まあ、工藤静香さんの映像も、ね、あの探して見てください。あのぜひともあの変電所のセットでやってるバージョンを見ていただきたい。めっちゃね面白いシチュエーションが。テレビ番組のって結構ダンスクローズアップして映してくれるんで、ね、そのダンスとかどうしてんのかって結構見やすいんですよね。うんうんうん、ライブって全体で映すんで、あれなんですけど、うんうんうん、そのテレビ番組のやつってこう、うんうんうん、あの本人をクローズアップしてくれるんで結構その動きが見れるっていうところではいいかなと思うんですけどね、うんうん、ということでね、ちょっと珍しくね工藤静香さんも取り扱ってみたんですけどね、はい、まあこういうちょっと意外なところも、うんうん、まあ、意外というか、まあ、当時は当たり前だったんですけどもね、今となってあんまりそれを知ってる人がいないっていう、だからそういう、アーティストさんとか歌手を我々が掘り返していければ、うん、ね、ですね、まあ、もうちょっと我々がねそのチャンネル登録多くて影響力があればちょっと面白いことにもなると思うんですけどもね、なかなかまだ今はそこまでは行ってないということですけどね、ちょっとそういう、いろんなものを僕たちは掘り返す作業をこれからしていこうと思います、はい、ということでこの動画は終わりにしたいと思います。はい、皆さんもしよろしければチャンネル登録の方、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。毎日見てやー、毎日見てやー。よかったら泊まる方、はい、セミへ乾杯ください。
皆様の再現をお待ちしております。みたいな感じのことをね、毎回言ってるんですよ。はい、はい、そろそろでは時間になります。